少し先週のですね、えー、振り返りの方を一緒にやっていきましょう。 はい、えー。ということで、えー、先週はですね、11月30日に、あの、株価の方だったりとかっていうのも、一旦上抜けをするというふうな動きになったんですけれども、まあ、何があったのかというとですね、FM c のパウエル議長ですね、えー、パウエルさんの方が講演をいたしまして、その中で、その12月の利上げの速度だったりとかっていうのを0.5%で落とすと、えー、ということを正式に認定をすると言いますか、まあ、それが適切であろうというふうな表現。それに加えてですね、その他の交換たち、 もえー、それを追随しているとじゃあなんでこのタイミングでですねそのみんなが待ち構えてパウエルさんの講演を聞いてい,ていたか、えー、ということなんですけれども、えー、14日には FOMC があるということなんですけれどもこれはあのブラックアウト期間というのがありましてですねこの FOMC に入る前の期間ちょうどですねもう月曜日から入るんですけれども、えー、その期間に関して してはですねねねそのののフェデラル交換はでででですすすすす発言をしちゃダメですよととというう、ね、というう風な規則がありますですからこの期間というのはいわゆるそのパウエルさんだったりとかですねブレイナードさんだったりとかっていうのも出てきて話すことができないというわけなんですね。ですからこの一番最後にその FMC に近い時間にじゃあボスがしゃべるタイミングというなりますとですねやっぱりその FMC に向けて何かヒントを得ようとするですね参加者だったりとかっていうのが市場をがみするということになりますので結果的に こういったでですね、会見で値段の方が動くとというここにななりますの、まあのであのこの場合は、ですね、例えばダブルトップになりかけていった株価の方がですねダブルトップを抜いていくのかどうかみたいな、とりあえず抜いたというところで、ですね、週の方を終えたということになっているということですね。はい、まあそうは言っても、ですね、2022年というのはずっとこうボラティリティインデックスのレベルがですねだいたい20をこう切ってくるタイミングというのはだいたい上限になって で、さらにそれが今そこに来ているということで、一番いいのはね、この,ビッあのボラティリティインデックスだったりとかっていうのが、このまま20を切ってもう10を目指すだったりとか、えー、そういうふうな動きになればですね、株価の方もひたすら上昇していくということになるんでしょうけれども、さあ、そんなふうに問屋が下ろすかどうかというふうなところに今は至っているというところですね。はい、でそれに伴って、えー、米国のの株式の方が上が上りまましたんでいいわゆるダウ日経スプレッドと言いますかです、ね米株と 日本株のちょっとバランスというのを今、出しているんですけれども、えー、ここに出しているのは、まあ、ダウン・日経スプレードということで、単純にです、ね、ダウ平均から日経平均を引いてやっただけのものですね、はい、為替換算もしていないものなので、まあ、あくまでもです、ね、目安ということで考えてもいいとは思いますけれども、で今回です、ね、その米株の方が日本株より上昇したということで、まあ、ダウンの方が上昇して、日経の方がですが、ね、そこまで上昇でもなければです、ね、こうダウン・日経スプレードというのはこう上昇するということですね。ですからそこのお パウルさんのじあの時点でですね、こうまあ、どっちかというと当然のことだからパウルさんの発言っていうのは同じ US のですねこうダウの方により影響しますよね。でこれが逆に黒田さんだったら。 当然のことながら日経225に影響するということになるわけなんで、まあアンパイルさんの方が発言があったんで、ダウンの方に影響するということで、ダウンの方が抜けたということですね。はい。で、雇用統計とゴールドの方、今ゴールドの方は強いですね。もうどちらかというとですね、現物の方が変われるような動きの方を見せていますので、まあ指標だったりとかでね、こうだん下がるんですけれども、それが全部買い戻されて終わったということで、まあ強い時のパターンといえばパターンですよね。はい。ということで、雇用統計、ここがですね、NFP、さっき言ったですね、雇用統計なんですけれども、そこで予想 よりも上振れをしたんで一旦ゴールドは売られましたとなぜ売られるかというと雇用統計がグッドということは景気がいいということなんで 利上げ観測というのが市場に出てくると。で、利上げされると、ゴールドの方は金利に弱いので下落をすると。まあ、そんなことでですね、ゴールドの方は下がると。ただ、最後にかけてですね、戻していくというふうな動きになったということですねで。株価の方はね、これなんとも言えないんですけれども、ファンドだったりとかの動向を見てやると、これ11月の30って書いてますけど、ごめんなさい、これ29ですね。はい、29の時点で若干売ってるんですね。 若干売ってるということになります。ですから、これまでは、まあ、ここのですね、グループの人たちがですね、売ると下落をするっていうパターンが結構続いては来ているので、うんと、とは言ってもですね、最後、その、パブルさんの効果でですね、抜けたんですけれども、じゃあ、これがどこまで続いていくんでしょうかというふうなところを、ちょっと市場は来週は見ていくのかなと。まあ、そんなのようなところがですね、はい、振り返るおよび来週につながる動きというところでございました。はい、えー、ということでですね、こちらの動画の方は、実践トレーディングカレッジの、えー、ですね、公開のイントロダクションということ でお送りをいたしました続編につきましては金利であるとかとゴールドであったりとか円ですねま結構円の方は今切り替わりのポイントに来てますよねはいこれの動向であったりとかですねどこにね資金が向かいそうなのかというふうなところですねって、えー、いうところを俯瞰して見ていくということをやっていきますあとはゴールド wti の原油というところですね wti の方もちょっと と今節目には来ててまますよね、はい、その辺だったりとととかを見いいくということをしますで、あと最後ですね、今回吉中講師がレポート書いてくれてて、それの内容というのをちょっと数値化してですね、今回講義の中で紹介をするっていうことをしています。で、これがね、すごいんですよね。これニューヨークのゴールドのドル建ての価格のチャートなんですけれども、自分なりに解釈してですね、やっ てみるとまあ、例えばこういうようなところっていよ、ね、なで,、ね、で、るのでですすねね一つ節目になんそれをチャートに載せてってやるとですね、まあ、ほぼドンピシャで動いているというふうなところになってましてですね、これはちょっとなかなかあのどこを見ても絶対出会えない話ですし、これはやっぱり実際あのマーケットの中でですね、やってる人じゃないと。 出てこないですねはい、あの実践値ですね、えー、だなというようなところだったのでちょっとこちらの方は講義の方で最後でですね紹介をしていこうと思いますのでまたご興味のある方は受講されてみてくださいということでございましたはい、えー、ということでですね12月5日12月の魔物の、えー、実践トレーディングカレッジということで公開のプロダクションでお送りいたしましたはい、えー、引き続きですね楽しんでいきましょうありがとうございましたはいそれではですね続編の方を見ていきましょう、えー、ということでですねまず金利投この方から確認をしていきたいんですけれども 現状でですね12月の FOMC 折り込み、ですね次12月14日ですけれども、こちらの FOMC のミーティングでどうなるんでしょうかということで、0.5%の利上げというのを折り込んでいるプレイヤーがおよそ80%に至って ているということですから、まあ、パウエルさん出てきてですね。0.5%が適切という風な表現もしておりましたんで、それを織り込んだ素直に動いた数字とやっぱりそのパウエルさんの発言っていうのがですね。結構大きな影響を与えたのかなという風うに見た。見えたのは、やっぱりこの社債の市場ですね。これまでですね。社債の市場っていうのが、あのこれゼロを切るとあの長短金利がですね。逆転して。 一般的なですね、社債の市場っていうのがですね、まあ、短期金利よりもですね、長期金利の方が安いと、まあ、そういったような状態になってたんですね。で、これっていうのは普段こういった状況にはならないんですけれども、なってしまうとですね、この会社の資金調達っていうのがなかなか難しくなってくるってことですね。今回そのパウエルさんの方がですね、11月30日に発言したタイミングというのはここにあるんですけれども、そ からどうなったかっていうともう完全にですね、えー、社債市場の長短金利の逆転っていうのが終わっちゃったんですね。ですから、これでいくと市場っていうのは、いわゆるその株価の方は先に正しいことを織り込んでいたという風になったようにも見えますよね。 もちろんこの先ね、どうなるかっていうのはわかりませんけれども、少なくともパウエルさんの発言で、その社債市場がですね、ゼロを境にどういう風に行くのかなっていう風に思ってたところをプラスに変えるだけのインパクトはあったというところでですね、パウエルさんの議長の,あの講演というのはですね、やっぱりインパクトが大きかったのかなというようなところではないでしょうか。はい、えー、ということで、金利投稿をざざっと見ていってみるとですね、ちょっとこちらにですね、十一月二十五日に出したスナップショットっていうのをちょっと小さくして出してるんですけれども、まあ、今回主にですね、直近五日間で、えー、ですね、 全部の金利が下落ということとあと大きかったのは実質金利ですね。これ前の週にに比べた時にですね かなり実質金利が大きく下落をしてるんですね。5年のですね、実質金利が1.5から1.23ですからね、相当下がってますよね。で、10年に関してもですね、1.36から1.17ということで、相当に下がっているということになりますんで、これはですね、単純にゴールドに最も有利な動きというふうに言うことができますよね。え、名目金利は下がると。あ、ごめんなさい。名目金利が抜けてましたね。はい。名目金利が下がる。 で、物価。ここではですね、期待インフレ率と呼ばれるものですけれども、ブレイクイーブインフレーションですね。はい。物価の方は上昇すると。で、こうなると、実質金利っていうのは、名目金利から物価。 上昇を引いてやって出てくるもんですから、名目金利は下がるし物価は上がるしとなるとですね、実質金利は目いっぱい下がるということになるわけですね。ということで今何が起こっているかというと、さっきですねやりましたけれども、その最後ゴールドの方はですね、もうとにかくですね全戻しでですね、もう1800ドルをほぼ維持して終わるという風になっているということですね。まあ強いですよね。はい、であとですねこの現月先物から見るイールドカーブということで、この1年2年だったりとか2年3年だったりとかこういうですねその先 着物のの月ごとの、えー、繋がりっていうのをちょっと見てってやってますけれども、これがですね、マイナスになるとですね、結構いわゆる逆座やと呼ばれるものになるんで、景気後退懸念ということになるんですけれども、直近ですね、そのパウエルさんの発言が終わってですね、5年のところだったりとかですね、180日のところだったりとかっていうの、これ、プラスの方にちょっと変化してるんですね。ということでいくと、逆座やは緩和をしているということではと。 あるんですけれどもただ実質金の低下が抜きに出ているため株価指数よりもゴールドの資金は流れやすいという風に考えられなくもないのかなというようなところですねちなみにやっぱり VIX の水準というのがですねもう何てうんですかいつでも跳ねて OK ですよという水準に来ているのでどうしてもちょっとやっぱり株価には入れづらいかなっていう株式には入れづらいかなっていう風なお金がですねやっぱりそのゴールドの方に流れてきたのかなとまあそんな風に整理をしておけばいいんじゃないでしょうかはい、えあとはですねえ金利動向を直近200日間のレンジ内の高安 に換算したパーセントということで、えー、見てってやるとここで100%という風に出ているのは直近200日の中でもう最大値に近いということですねでこれがですね前回の11月25日のスナップショットなんですけれどもこの時はですね30日60日180日というのが全100100100 100 100 100ということで200日間で最大の金利というのがですねここに3連発いたということですね、はい、非常にですね金利の上昇圧力が強かったわけなんですけれども もう現状は少しそれが緩んできているということですね、はい、リスク資産への警戒感が少し和らいだ状態にはなってはいるという風なところでしたはい、というようなところがですね気にどこの確認でございました引き続きですねインフレの方を見ていきましょう はい。ではですね、インフレ投稿の確認の方をしておきましょう。ということで、ちょっと出したのは、期待イ,インフレ率とビットコインのチャートを出しています。で、なぜビットコインなんだということなんですけれども、ビットコインにはいろいろな特性があるんですけれども、これはですね、24時間365日動いているというふうな市場であったりとか、するというのもありますしですねあの、結構効率的な市場ではあるんですね。 ということで、時によってはですね、そのビットコインの方が他の市場の先行指標になるということがあります。で、特に、直近といいますか、ここ1、2年ぐらいの傾向ですかね、に関していくと、期待インフレ率にビットコインが先行するというふうなですね、特性を持つことがちょいちょい見えたりします。えということで、ここに出しているのは、まあ、これ期待インフレ率ですね、ブレークイーブンインフレーションと呼ばれたりしますけれども、米国のインフレ ヘッジサイ,あのインフレヘッジ機能付きの債券、ね、の利回りということになります。でこっちがですが、ね、ビットコインですねで。ここに出しているのはビットコイン VS 体インフレ率。 とということでですね、ちょっと B が続いちゃうんですけれどもこれを出してましてで、まあ、このヒストグラムっていうのはその2つを比べたものだと思っていただいたらと思うんですけれどもちょっと書いてますけれども、まあ、これがですね下の方についてるっていう時は期待インフレ率が安すぎるのかビットコインが高すぎるのかどっちかということですね。はい、ということだったんですけれども結果として、まあ、こっちですね期待インフレ率が安すぎたということで修正をしに行ったということになりました。 ですからもともと期待インフレ率自体は今2.5%に戻って週を終えてますけれどもだいたい2.25、2.5、2.75のレンジで今進んでいるというところになりますのでいわゆる中央値に戻って で終わったということですねですから期待インフレ率がめちゃくちゃ上がったっていうことではなくて触れていたのが真ん中に戻ったという風に考えたらい,いんじゃないでしょうかちなみにちょっとですね期待雇用統計の方の中身だけ見ておきたいんですけれどもこれを見るとですね少しちょっと景色が変わってくるところがあるんですよねいわゆるこれというのはさっき説明した NFP ノンファームペロール、えー、と呼ばれるものですけれどもこの雇用統計の中身っていうのが前月比で263 のの雇用の増加がありましたこれはですね、いわゆるニュースであったりとかでも出てくるやつになる、あの数字になるんですけれども、そのディテールといいますか、詳細をちょっと見ていくとですね、特に結構へこんでる分野っていうのがやっぱり明白でしてですね、あの一番やっぱりへこんでるのが、このリテールとですね、トランスポーテーションウェアハウジングっていうところになります。でリテールっていうのはつまり小売りですね、でトランスポーテーションというのはこれは輸送ということになるわけなんですけれども、やっぱりその小売り の分野での削減が目につくっていうのはちょっとやっぱりこう景気後退をですね彷彿とやっぱりさせますよね。なぜかというとアメ,リカアメリカに関していくとですねその GDP の6割,6割超がですね個人消費の国なのでそのリテールが下がる小売が下がるっていうことはイコール米国のですね経済が一気に弱くなるということにもなるんですね。じゃあこの個人消費に先立って で動くものは何かというとそれが輸送分野になるわけなんですけれどもまあ、なぜかというとですねその物を運ぶニーズであったりとかっていうのが高い時っていうのはみんなが物を買っている時ってことですよね ところがですね、まあ、物は作るんだけれども、消費が追いつかずにですね、例えば在庫だったりとかっていうのが積み,は積み上がり始めるとですね、物はあるのに売れないんで、新しい仕入れは起きないということになると、輸送がやっぱり下がるんですよね。ですから、以前、あの昔もですね、結構皆さんも聞かれた方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、例えばダウ平均の動向を見るだけではなくて、ダウの輸送平均ですね、あのトランスポーテーションというのがあるんですけれども、でこの2つっていうのがですね、タンデム、つまり あの例えば両方上昇しているような時っていうのはいいんですけれども、まあダウが上昇しててですね、輸送の方が下がってるっていう風なところになるとですね。あのダウの方もそのうちですね、こうあの後追っかけて崩れてしまうみたいなことっていうのが結構あるよねみたいなことっていうのは。昔から結構言われてまして、そういった意味ではやっぱりこのトランスポーテーションの部分の。へこみっていうのはですね、結構致命的なのかなというふうにはやっぱり見えるんですよね。で逆に増えてるのは何かっていうのも、これ介護なんで、でこれ介護は別に。もういわゆる高齢化がどん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 進んで。 っていうことになりますんでつまりそうなってくると働ける人はどんどん減ってきてるってことですね。というふうに見てやるとどん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 米国のですね経済がなんというかこう不景気の方に向かって足をズル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 こう引っ張っていかれているようにやっぱり見えてしまう数字ではあるんですね。ですからやっぱこの辺を見たプレイヤーっていうのがやっぱりこの金外。 で、株式指数の売りというのをちょっと入れたようにも見えなくもないですね。はい、えー、というふうなところはちょっとありました。で、あとちなみに学歴別で見てやるとですね、失業率が低いところっていうのは、この辺の学歴の低い方たちですね。で、逆にこういうふうにあの失業率が上昇しているところっていうのは、これはですね、その白紙号だったりとかを持っている人たちなんで、いわゆる高学歴層の人たちのですね、失業率っていうのが上昇しに来ているわけですね。ですから、 やっぱり高額歴層の失業率が切り上がってなるとですね、分母の大きなところ、給与の大きなところのですね、失業率が上がるということになるんで、やっぱり消費だったりとかにも影響は出てきますよね。はい。というふうなところを見てやると、準備万端、も上がるしかないっていうふうな株価っていうふうには、ちょっと見づらいのかなっていうふうに見てるプレイヤーは多いんじゃないでしょうか。はい。ちなみに最後はですね、期待インフレ率とコモディティの水準ということで、いつもやってるやつですけれども、ここは中国の株価ですね。中国の A50 の指数です。 けれどもゼロコロナの,です、ね、その解除の思惑で株価だったりとかは上昇しているという状況ですね。で、このあたりでですね、まあ、かなり期待インフレ率というのが2.25%をいってです、ね、コモディティの下押しの圧力がかかってたんですけれども、今、ようやくです、ね、期待インフレ率の方が上昇してくれたんで、まあ、あんまりコモディティが下がるという風な状況でもなくなってきているという風なところですね。ですから、ちょっと今、中間ですね、どっちに行くか分からないねという風なところになっているわけなんですけれども、あちなみにあの、えー、これはですね、コモディティ指数と言われる指 CRB 指数ですね、はい、コモディティの総合指標だと思ってください。 を出していますで、こちらの方は北インフレ率ですね。ブレークイーブンインフレーションと呼ばれるものですけれども、まあ、この2つっていうのはかなり強い相関をね、持っているというふうになります。で、ここに出しているのはその2つのですね、はい、指数の差を取ってやったものということで、はい、出しています。で、現状どういうふうになっているかっていうと、ゴールドへの資金の流入がある一方でですね、コモディティに上昇の余地が出てきたと。なぜならば北インフレ率が上昇してきたからということですね。北インフレ率が上昇してきたと。となると、今何が起こっているかっていうと、 シルバーへととと波及した格好ということでシルバーっていうのはゴールドに少しコモディティが入ったような感じですね産業需要で結構使われたりするんでね、はい、その辺りでですねシルバーの方が今ちょっと買われてきているというふうにはなっているのかなというようなところはありました。 で、あとはですね、やっぱりインフレ率に影響を与えるのは、ドルの流動性ですね。ドルがばらまかれればですね、はい、インフレは増え、増えていきますし、ドルが回収されればインフレはですね、抑えられてしまうということになるわけなんですけれども、現状流動性には変化なしということですね。12月2日の時点で6055。ということで、11月30日には月末で一旦ちょっと凹んだんですけれども、すぐに戻るということになりました。ですから現状は、まあ、ほぼ6000から動かずというところで、12月の FOMC に向けて、 推移していくかを継続確認しておきたいところというようなところですね。はい、現状は可もなく不可もなくというところになってます。えー、というところはですね、はい、インフレ動向の確認というところでございました。はい、それではですね、イベントの確認をしておきましょう。来週なんですけれども、もうほぼイベントって言ってもですね、まあ、大体固まってますよね。もう12月の5日に ISM ですね、はい、工業部門の指標があって。 あとはですね特にもう FOMC までないんですけれどもあるとするのであれば当然のことながら直前の CPI ですね物価上昇率。 あとその前にミシガン大の期待インフレス速報というのがですね、12月の9日にあります。なのでこのあたりっていうのは FMC に向けての前哨戦ということで動きが出るというのはもちろんのことなんですけれども、来週に関していくとですね、意外とこれ来るんじゃないですかね。GDP の日本の発表というのがですね、12月の7日にあるんですけれども、現状ですね、JPY の方には結構資金が入りやすい状況にはなってきてるんですよね。ということで行くと、GDP の結果 結果しないで円がですね、まあさらに買われるとかですね。 っていう風に思惑自体もですね、映、えー、りつつある、できつつある状況なので、ちょっとこの GDP 日本は見といた方がいいかもしれないですね。ですから現状はやっぱりですね、そのブラックアウト期間に入ってて、フェデラルの高官さんがもう発言ができないんで、みんながですね、こう結構、風雪のルーフみたいなことやっぱりやる時期なんですよね。 仕掛けグレー投稿とでと。グレー投稿というのは例えば何かニュースっていうのはドーンと出すんですけれどもよく見たらそれがですねなんか半年ぐらい前の日付のニュースだったりとかね、えー、っていう風なんだけれども今あくまでも出たように見せかけるんだけれどもでも実は過去の日付と。でやってることは別に違法じゃないですよね過去のニュースを出しているだけなんですけれどもヘッドラインに食いついて見てる人にとってみたら何か新しいニュースが出てきたんだっていうことでアクションを取って で、見てたものの、後で見てみると、過去の日付だったみたいなことだったりとかっていうのが、まあ、あったりするんで、結構、そういったグレーのですね。怪しいやつっていうのが出てきやすい時期っていうのは。はい、見ておいたらいいんじゃないでしょうか。はい、えー、というところがですね、イベントの確認でございました。はい、それではですね、cme の縦玉の分析の方をしておきましょう、えー、ということで、まずは全体像なんですけれども、今回の締め日は、ですね、十一月二十九日の締め日のですね。cot レポートからのデータになります。 いわゆるコミット。 フットメントオブトレーダーってやつですね。になるわけなんですけれども、なんでこれちょっと注意しておきたいのは、パウエル議長の発言というのが30日なんですね。それの1日前の縦玉なので、そのドルがどっちに吹っ飛んでいくかっていうのがわかんない状態なので、ちょっと利確がですね、出やすいタイミングであったというようなところはですね、はい、折り込んでおいてもいいかもしれません。えー、ということで、例えば貴金属の方は教科書通りもう1800ドルの手前だったりとかっていうところまで上昇してたんで、ゴールドの方は利科。 アクっていうようなところになっているということですね。取り組み高が抜けて、ネットポジション、大口のネットポジションも抜けるというふうなところなんで、純粋にこれはロングの利確ですね。プラチナというのはちょっと違った動きをね、はいしてますけれども、大まかにだ,だあの大体はですね、利確というようなところになりました。あとは為替の方はですね、新規のポジションが積まれて。 ですね、ドル買いへとシフトということで新規ポジションが積んだ結果です、ね、ネットショートを増加ということでショートですねショートっていうことはドル買い になりますんで、で、ドルを買ってたところに、今度、パウエルさんが出てきて、ハトハッカーの発言をおっしゃったもんですからですね、ドル買いの、まあ、ロスカットだったりとかっていうのも手伝ってですね、えー、こう、為替の方も上昇するというふな動きになったというふうな、その起点になったショートが積まれたのが11月29日だったというふうに追っておけばいいかもしれません。えー、ちなみにですね、先週、あの、レバレッジファンドがですね、結構スイスのフランを売ってて、で、こういう時っていうのは、まあ、あんまりスイスのフランも上昇しづらい ですよ過、ね、去の傾向からしてっていう風なところをですねちょっと講義の中でやったんですけれども現状はどっちかというとはっきり言っとドルに向けてってなかなかですね分かりづらいところがあるんですけれどもそれよりも現状はスイスよりは。 JPY の方が強くなり始めているっていう風なところを見ておけばいいかもしれません。えー、というのもやっぱりそのファンドの動きを見てやってもですね、普段は売ってるわけなんですけれども、JPY の方は買い戻しが続いているっていう風な状態になってます。で、しかも今は一周回って金利が動かない日本に買いが入りやすいということでもう日本はですね、とにかく動かないわけなんですけれども、他の米国だったりとかスイスだったりとかっていうのがですね、こう金利を上げてたのをですね、これが先安感っていうのがまた パブリさあのりから入ってきてますんで、するとですね、結局、動いてない日本がですね相対的に強くなるということですね。 はい、というふうなところがあって買われているというようなところがちょっとあったりするのでクロスペアでいくと今は円が買われやすいというふうな状況になりつつあるというふうなところかもしれないですね。はい、ということで引き続き円の方を見ておきたいんですけれどもレバレッジファンドの売り返しレベルの138を突き抜けて買い進められた円というふうなところなんですけれどもちょっとチャートの方を見ておきますかね。こ、は、こ、い、こんな感じでででででですすねね金曜日ののの時点でままでで、ね、円の方が買買われれるとといいうことで大きく買い進められましたは レベルというのはです、ね、レバレッジファンドがです、ね、円を売ったレベルがあってでそこからこの辺にです、ね、その大口が売ってきた大口投機のです、ね、売りというのがあってということで、まあ、ちょっとこのたりはいうのは一旦利確が入りやすいよねという風なレベルではあったんですけれども一旦利確が入ってその後、まあパウエルさんの発言でぐいっとです、ね、押し込んできたという風な動きになっていると,いうところですね。ね円の方はですは、ね、ネットショートが随分とこと切り下げられるという風な動きになっているんですけれども。 ちょっとざくっと計算をしてみるとですねだいたいですね 20円ぐらいの変動のポテンシャルがあるんですね。ですから、ほん、あの、もし円の方が買われるっていうことになるんであれば、一つの考え方としては、あですね、売りが全部撤収されればですね、着地点は120円ぐらいっていうのも、まあ見えてはくるんで、2023年はそのあたり一つの目処として、ちょっと動いていくというふうな見方をするプレイヤーもちょっとずつ増えてはくるのかなというふうなところかもしれないですね。っていうのもですね、これはベイキンリーの動きっていうのをちょっと出してるんですけれども、